なんだ。おはようございます。おはよう。今回はあの新白河から福島までクイズをしながら行っていただきたいと思います。その名も福島縦断ウルトラクイズ。クミナリズムの BGM が流れるはずだ、ここで。で、今回優勝の商品を用意しております。高級駅弁豚の醍醐味です。この前これ怒ったよね。高級駅弁を目指して皆さん頑張ってください。負けるのはお前ら。勝者は私。じゃあ皆さん今日は一日よろしくお願いします。海の風で川もやられてる。じゃあ、あのさっき時間がなくて説明できなかったんですけど、一応早押しクイズで、1問正解することに10ポイント、不正解の場合は0ポイントです。え、かける0？いや、かける0じゃなくて普通にプラス0ポイントって感じで。あ、そうなのね。はい、正解した時にポイントは失われません。第1問。ここ白河駅はある自動車メーカーのテレビ CM に使われました。どこの会社でしょう？馬鉄さん。馬鉄さん。ダイハツ。正解。タイムラグがね。第2問。新白河駅が白河市にあるないというのは有名ですが、どこの市町村にあるでしょう？はい、馬鉄さん。はい、馬鉄さん。泉崎。不正解。日本で唯一村にある新幹線。あ、ヒント出ました。日本で唯一。はい、トラックさん。西郷村。正解。あ、そうだよ。西郷ではムカつくやつだ。確かにね。盛り上がってますね。でも白川市いないって言ってっけどさ、ちょうど境目なんで。ちょうど白川市と西郷村の境目にあって、住所がね、西郷村にあると。じゃあ第3問。江戸時代の老中松平定信はここ小峰城の城主でした。松平定信の感性の改革を風刺した歌、白河の清きに魚も住みかねて、この続きは何？白河の清きに魚も住みかねて、この続きは何？はい、はい、トラックさん。田沼の濁りな懐かしき。あー、不正解。惜しい。でも近いです。田沼沖津久が出てくるのは正解。その辺は合ってますけど。あ、はい、じゃあこの辺で一旦回答は締め切りです。正解は元の濁りの田沼小石。そうだ、そう、恋と書けてんだよ、恋だ。いや、トラックさん惜しかったですね。で、これで今のところ、トラックさんが10ポイント、馬鉄くんが10ポイントと。もう頑張れ。ここが昔から変わってないわけだ。室町時代から変わってない。ああ、ここから石落として、ここから大きな石落とすんだ。で、なんか槍、あの昔の槍って長いから、ここから槍もやってたらしいけど。へえ。